ゴールキーパー八田、ディフェンダー山本範道、そして大井伊藤です。ボランチに山本康介、遠藤、中盤の右は小川大輝、左に松本雅也、そしてシャドウの位置に山田と大森がいて、今日はワントップにルキアンです。ゴールキーパー福井、ディフェンダーは三木、深津、水本、奥山、そしてボランチは高江と佐野、中盤右に太田、左岡田、そしてトップ下の位置に平戸、そしてワントップで中島という形が予想されています。 4-4-1-1 です。展開から突破、突破からフィニッシュというところは良くなってきているけれども、フィニッシュ、最後のフィニッシュのところは改善しなければいけないんだという話をしていた岩田の鈴木正和監督です。さあこのボールが抜け出している、どうだ、決まりました、先制点、しっかりと決めてきました。中島、中島優輝が決めました。前半9分、町田先制、しっかりとこのこぼれてきたボール逃しませんでした。このシーンです。そうですね、こういうふうにこう下げたときにボールにファーストアタック、今中島ですよね、行ったことによってミスが起こりましたね。最後のところはしっかりとキーパー張ったを見てゴールに流し込みましたよね、はい、やはりこう前線からの守備ということを続けてきた中でこういうミスを誘いましたね、相手のこの下げたボールでしっかりとこの前からプレッシャーをかけていった結果、うん、まあ、そういうところも非常に大事になってくる部分なのかなとは思いますね。やはり今みたいにこうボックス付近でクロスが上がってくるんですけど、選手を感じたのは一人だけだったというね。山田、ここは一工夫いられるか。岩田、松本が狙う、左足、少し体は流れましたが、ただシュートの方はしっかりと枠に飛んでいました、はい、まあ、ですから今日出場あるかどうかは分かりませんが、そのチョンテス、そしてドゥドゥといった選手たちもまたさらにこのチームに厚みを加えてくれる町田。大森、さあチャンスだ、ルキアン、ルキアンが低いボールだ、決まりました、最後は松本が決めました。1対1の同点、前半30分、岩田が同点に追いつきました。まあ、この大森の仕掛けのところで時間が作れましたね、そこで、ね、間スペースのところでルキアンが非常にこうフリーな状態でクロスを上げることができた、その時間を作ったことによって松本もこうセンターの方に進入ができましたよね、本当に非常にこう3人の連携の取れた非常に精力的なゲームの入り方をした町田。高い、今日の注目高い、大先輩遠藤に成長した姿を見せたい高い。中島に入る、大井が粘る、クロスが入る、ヘディングシュート、どうだ、決まった、平戸が決めました。2対1、前半32分、再び1点リード、見事な崩しから最後は平戸のヘディングシュート一閃。いや、この中島のこの仕掛けのところは素晴らしかったですよね、非常にこう難しい体勢の中からいいボールを上げました。こう平戸の、ね、この進入、まあ、角度少し、ね、難しい角度になってましたけども、ね、こうボールの当たるこの触り方でこうコース変えましたね、非常に高質の高いゴールヘディングでしたね、水本、そして深津、平戸か、まあ、しっかりとキープをしました。さあ右サイドから吉尾、ボールが入ってくる、長谷川がいる、どうだ、決まりました、3点目が入りました。町田しっかりと決めました。長谷川アリアジャスール移籍後初得点、貴重な3点目が入りました。町田、いや、ここの平戸のところで入れ替わったのが大きかったですよね、そしてこのボールも非常に姿が変わったですね、はい、キーパーも出れないところ、ディフェンスもこう自陣に帰る動きのところですよね、非常にいいパスでしたね、長谷川もいいところいいタイミングで進入していきましたね。開幕戦も20本シュートを打ちましたが得点はゼロ、そして今日のゲームは1点こそ上げて1点も同点に追いつきましたが、後半は相手陣内なく手を取って点も入らない。さあそんな中、あーっと平戸のボールは決まらない、あーっと今のは4点目かと思いましたがよく戻りました。最後山本康介ビッグプレーです。デューカロス前線に出す、松本慎、時計を見て
ここで試合終了のホイッスル。3対1 FC 町田ゼルビア2021シーズン初勝利を収めました。見事な3得点。